天上人とは、旧世紀以降の日本の朝廷において、天皇の日常生活の場である清涼殿の天上間に昇ることを許された者の中から苦行を除いた四位以下の者を指す。またその中からさらに倉人も除いて指す場合もある。雲上人、商人、雲閣、道場、監修などとも称す。天上人に対する概念として、商伝を許されない地下がある。 競技の天井人は、蔵人と共に、天井館に置かれた、日休館に登録され、蔵人頭の管理下に、交代で天皇の身辺に日夜、使えた。昇殿制の始まった当初は、数名の六位の天井人もいたが、おおよそは四位、五位に限られた。これに対し、蔵人は六位からも認じられた。また、院や東宮等にも、商殿の制度があり、商殿を許されたものを、 陰伝商人等と称した。陰の天上人と代理の天上人を区別して、後者を、うちの天上人等とも言う。昇電を許されるのは、天皇や陰、東宮の一代限りであり、代替わりにあたっては昇電許可を失い、再び昇電するには改めて直許が必要であった。また天上人本人の紹介の際にも、再度の直許が必要であった。ありがとうございます。